私も知らなかったんですけど。もうわからないからあれ、なんて読むか、そうですね。私だって新しいっていう花だから、なんて花なのかなと。ちょっともうちょっと文字をあれだよね、話して書けばよかったんで、ちょっとくっつけすぎちゃったから。あ、でもちょっとなんて読むかなと思って。わかりづらいかなと。糸っていう字があるから、はい、禁止って読むかなと思って、そうですよね。書き終わってからね、あ、もうちょっと間隔を空けて書けばよかったなと思って思ったんですけど、来てくださるんとヘルパーさんに見せたら、はい、素晴らしいねなんて、私も定年になったらどうしようあの結構皆さん喜んでいただいてありがたいですよね。でもあんな綺麗なのいただければみんな大喜びしますよね。来る人来る人に見せてあ、そうですか、ありがとうございます。そうするとすごいねなんて、はい、でこれはあれかねなんていろいろなことを向こうの人は、はい、言っていろいろ想像しますもんね。はい、じゃあ会話のあれですね、ネタになっていいですね。どうもだって向こうの人がじゃあ、はい、私も何か習ったらじゃあ萩原さんに教えこなくちゃね